オッケー、ケント。これでどう？まだまだ羊っぽさが足りない。ちょっと待っててね。いいものがあるであります。空き缶？何に使うの？その缶をペンキで真っ黒に塗ったらわかるであります。ペンキ？パート、ペイントジェットセット。わからないよ。靴下？最後の仕上げでありますよ。それを耳につければ。そっか、なるほどね。やっぱわからない。あ、こういうこと。ねえねえ完璧だね。おいで、羊たちの仲間に入れてもらおう。やあ、ケント、ロッキーマーシャル、こらこら、ハロウィンはもう終わったぞ。ハロウィンじゃないよ、僕は潜入捜査をするんだ。ねえ、羊のふりをして柵が壊れた原因を突き止めるよ。その前にもう一度柵を直しとくね。アームドライバーセット。おい、みんな、新しい友達を紹介するよ。僕はメーシャルだよ。メーメーメーよろしく。ちょっと待って、メーケント、いつの間にか柵がまた壊れてる。子羊が3匹岩山の方へ走っていっちゃった。岩山は危険だ。マーシャル、すぐに追いかけて。でも他の子が逃げ出しちゃう。僕が柵を直すから大丈夫。最低、ありがとう。どうやら気づかれてしまったようだね。僕は羊じゃない、パウパトロールだ。分かったらそこをどいて。羊たちの声だ。なんだか怖がってるみたい。早く助けてあげなきゃ。みんなでこの崖を降りるのは危険なんだ。この岩は崩れやすい。それなら僕が行くよ。気をつけて、マーシャル。ゆっくり、ゆっくり行けよ。みんな大丈夫？メーシャルが迎えに来たよ。僕だよ、メーシャルだよ。メーメー、さあさあ、そのまま出てきて。メーメーすごいぞ、マーシャル。やったな、メーシャル。ゆっくりついてきてね。メーメー、ああ大変だ。チェイス、ネットランチャー発射。みんな、お家に着いたね。もう子羊が逃げ出す心配はないよ。柵はバッチリ直したからね。ガービーの仕業だったんだね。ケント、わかったぞ。ガービーが柵を壊したのは、あのタイヤの上で寝たかったからだ。これからはあのタイヤをガービー専用にしてやろう。これで全て解決だ。よかったね、アル。今回のトラブルもめーっと解決。よし、仕事の続きだ。めー、ちょっとアル、僕は羊じゃないよ。おっと、間違えた。